源流の風景小川は一級河川木曽川の支流で長野県上松町を流れる川。小川に沿った谷筋は小川流、小川山などと称し、古くから木曽日の木などの重要な産地とされてきた。これを日本三大美林の一つとする場合もある。また小川が木曽川へ注ぐ付近一帯を小川と呼ぶようになった。明治期には一帯が小川村として、 独立村になっていた時期がある。小川村は後に合併により、小間金村、さらに、あ松町となり、今日は、あ松町大和小川となっている。この地区には、寝覚めの床や森林鉄道記念館などがある。源流の日の木、林商船は、あて山地のあて山の西斜面に発する。源流域では、赤沢と呼ばれており、一帯は、赤沢自然休養林として整備されている。 ここには様々な沢をめぐる遊歩道があり、復刻された基礎森林鉄道が走っている。赤沢は旧要林一帯では道川とも呼ばれている。上松町から赤沢へ続く林道は、かつての基礎森林鉄道の路線を道路に転用したものである。小川線は1975年に廃止されたが、小田の橋梁などの鉄橋が林業遺産として残されている。 旧要林を抜けると、赤沢は北流し、邪行、沢という沢が合流する。邪行、沢付近では、邪行沢や赤沢両岸が純平原の緩斜面になっていて、ヒノキの林が広がっている。ここは、古来より優れた基礎ヒノキの産地とされてきて、豊臣市や徳川市が御要林としていたほか、伊勢神宮の神宮備え林にもなっており、 1941年の式年遷宮では、ご祖がはじめ祭の地となった。また、この辺りには、原平が四川期に遡る、姫宮に関する伝承がある。小白川法王の御子である、持ち王は、平気伊井藤の領事を出したが、逆に平氏に追われることになって木曽谷へ落ち延びた。持ち王の娘は、父が揚松に潜んでいるとの噂を聞きつけ、 これを探して木袖にへ来るが、平家方に見つかってしまう。姫宮は村人に助けを求めたが、平家を恐れた村人に追い出されてしまい、小川の上流へと逃げてゆく。しかし、姫宮が携えていた蛇行袋の匂いによって、追っ手に見つかってしまう。姫宮は、故郷の風景を思い浮かべて、田植え歌を歌った後、淵海を投げて自害する。 その後、村人は姫宮を弔うために、高倉八幡社を建立した。一方、日の木の方向が邪行に似ているとして、邪行、沢と呼ばれるようになったとの説もある。その後、西小山の南西斜面から来る黒沢、神太郎山の北斜面に発する中野沢などを集める。中野沢の上流は、西寺赤沢と呼ばれており、大滝村と、 揚松マツ町の町村境になっている。これらの支流が集まるあたりを赤沢渓谷といい、紅葉などの継承地とされている。中野沢の合流後は谷が明け、県道473号が左岸を並走する。川は東向きを転じて小川と呼ばれるようになり、いくつかの支流を合わせて木曽川の右岸に注ぐ。木曽川の継承地である目覚めの床は、 上松町ツ町大和小川地区にある。小川に沿った谷筋は、木曽ヒのキの産地として、古くから知られ、小川乳、小川山などと呼ばれていた。さらに、小川が木曽川に合流するあたりでは、木曽川の左岸に、縦王沢川、中沢、滑川が合流している。かつてこの一帯ではこれらを総称して、小川号と呼んでおり、木曽川の右岸を、西小川地区、左岸を、 東小川地区と呼ぶようになった。小川郷一帯は、近世までは、あ松塾の子孫として扱われてきた。明治期になって、行政区分の整理が行われていく中で、1874年に、小木原村と、あ松村が合併して、駒金村となった。しかし、基礎群では、1881年に、村の分村が相次ぎ、駒金村も、小木原村。 上松マツ村、小川村の三村に分割となった。1889年に町村制が施行されるにあたり、再び三村が合併されることになった。しかし小川村では、木曽川沿いの小木原村、上松マツ村と山奥の小川村では村の事情が異なるとして合併せずに独立村のままで行くとの方針だった。最終的には長野県が合併を命じ、 三村は合併して、駒金村となった。駒金村は後に調整を施行し、揚松町に昇格した。現在は、小川は、揚松町の大技となっている。揚松町を代表する観光地である根覚めの床や、赤沢渓谷一帯も、小川地区にある。このほか、中野沢の源流にある小技の祭事地区には、東京大学天文台基礎観測所や、 京都大学上松天体赤外線観測室がある。また、森林鉄道の遺構として知られる鬼淵鉄橋や、十王沢橋梁は1914年に竣工したもので林業遺産に指定されている。特に鬼淵鉄橋は現存するものとしては、国内最古のトラス鉄橋だとされている。ありがとうございます。